はい、おはようございます。ゆるゆるです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、フラッシュライトでは、世界有数のね、メーカーといっても過言ではない、オーライトさんからのね、企業案件いただきましたので、皆さんにね、フラッシュライトをご紹介したいなと思います。僕はですね、このチャンネルで今まで、数々のフラッシュライトをご紹介してきました。まさかですね、世界的に有名なオーライトさんからご依頼をね、受けるとは心にも思っていなかったんで、非常にね、嬉しく思っています。で、今回ご紹介するのは、ペルーン2というね、ライトをご紹介したいなと思いますので、まずはね、開封の方をやっていきたいと思います。で、2つあるんですよね。で、僕はですね、ペルーン2っていうのは聞いてはいるんですけれど、二つっていうのはちょっとわかんないんでね、ちょっと楽しみですね。まあ、こちらはですね、おそらくね、本体なのではないかなと思いますけれど、じゃーじゃーんと、ペルーン2ということでね、こちら入っていました。もうなんかもう箱からしてすごく高級感ありますよね。じゃあここはね、一旦置いといてと。で、あともう一つ。こちらは何が入っているんでしょうか。ね。これはなんだ?おそらくアクセサリーでしょうね。後でちょっとね、開封のをやっていきたいと思います。まずはですね、こちらのですね、ね、ペルーン2、こちらをですね、開封していきたいと思います。はいと、ね、こんな感じです。で、中を開けたいんですが、どんな、あ、ここね、バーバン、めっちゃ高級さすがオーライトさんね、高級ですね。で、オープンということで、こう、ね。出ました、来ました。ね。これ、これ。これですよ、これ。わー。このずっしり感。ね。コンパクトでいてずっしり感。これ嬉しいですね。いやー、ちょっと中身見てみましょう。こちらと、で、この中には、来ましたね。これ、後ほど紹介します。これ、これ、これですよ。これ、これがね、ペルーン2で、大切なね、アイテムの一つになっています。で、あとはですね、取説入ってましたね。ちょっと汚いですね。すいません。ね、いや、もうなんだかね、嬉しくてね、だって、サンキューって書いてますよ。いや、こちらこそね、もうサンキューですよ。ね。で、こちら。こちらはですね、何でしょうか。あ、これこれこれ、これ。オーライトさんの特徴。ね。これですね。もう僕ね、説明書見なくてもわかります。これなんですよね。ほら、これ。これ。充電。ポート。ね。C ケーブルっていうのが、僕もね、持ってるんですけど、いちいちね、こうゴムを開けて刺すっていう感じで、なかなかね、形状的にね、刺しにくいんですよ。これ。ね。近づいたら吸い込まれるよね。これで充電できると。これが嬉しいですね。はい。ということで、ちょっとね、すいません。散らかってて申し訳ないんですけれど。ん?あとまだ入ってたぞ。これはなんだ?あ、これは、ストラップですね。で、あ、これ、多分ですよ。多分、ストラップを通すときのこれね、まあ、工具っていうか、そんな感じだと思うんですね。親切ですよね。こちらと、取説と。で、これは、空箱と、こんな感じですね。こんな感じ。でね、肝心なのが、こちらなんですよ。これね、僕聞いてないんですよね。ちょっと開けてみますね。はい、あ!おまけだ、これ、多分。超かわいい。超ミニライトですよね。お家のね、鍵とかにね、こうつけたりとかするやつ。うわー、これ超嬉しい。このオーライトさんの特徴ですよね。スッと吸い込まれるやつ。これめっちゃ嬉しいですね。ちょっとこれは後でちょっとやりましょう。今回ですね、ご紹介するのが改めてですね、こちらね、ペルーン2になります。
で、このね、ペルー2っていうのは僕のね、手のひらでね、お想像つくかと思いますけれど、かなりね、コンパクトで大光量、そして、バッテリーのね、持ちが非常にいい、フラッシュライトとなっています。で、このね、やっぱりフラッシュライトの目的っていうのが、例えばですね、キャンプであったり、登山であったり、あとはですね、防災、停電とか緊急時、作業時などいろいろね、あるんですけれど、僕個人的にはですね、やはり夜釣りですね。夜ね、釣りの準備をするときに、やっぱりね、このね、ライトっていうのは必須になるんですよ。で、嬉しいことに、これをね、取り付けることによって、ハンズフリーで、作業ができると。これがね、最大のね、特徴になるかと思います。早速ですね、こちらね、試してみたいと思います。はい、こんな感じでね、取り付けることができました。で、これはですね、ここにですね、ちょうどね、溝があるんですよ。この溝に、このね、ラバーが来るような感じ。こちらもですね、ここにですね、溝があるんですよ。ここにラバーが来る感じ。で、ぴったりね、フィットで、ずれ防止となっているようですと。で、もったいないけど、これ、ペリッとね、剥がしてと、早速ね、試してみたいと思います。それではですね、ペルーン2のね、消費説明したいなと思います。直接ですね、ライトを照らすと皆さんね、眩しいでしょうから、ちょっとあちらの方向けて、こちらね、至ってシンプルなんですよ。で、このね、ボタンをね、押すとね、ライトが点灯。わかりますかね?しますと。で、このね、ライトが点灯している状態で長押しをすると。すると、光量変わるのわかりますよね。で、自分がいい光量、ね、そこでね、止めておきますと。で、このね、モードで記憶するんですね。ですので、もう一回消すと。今消えました。で、もう一回ね、電源をつけると、先ほどね、ご自身が、記憶させたところからスタートすると。そんな感じですね。で、このね、ボタンを2回素早く押します。そしたらね、いきなりターボモード。とにかくね、明るさがすぐに欲しいという時は、パパッとね、押したら OK です。で、消えますと。で、何かしらですね、SOS、点滅したい時はですね、ここをですね、3回タップしますと。ね、こんな感じで、チカ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 光りますと。ね、こんな感じですね。あとですね、詳しい操作方法については、取説の方をね、ぜひご覧いただきたいと思います。やっぱりですね、僕はですね、先ほど言ったように、夜ね、釣りの準備をする際に、両手フリーがいいですので、こういったね、使い方をしたいなと思います。はい。どうですか?こんな感じ。ね、なかなかね、いい感じに、ね、なっているんじゃないかなと思います。ね。これだとですね、両手フリーでね、釣りの準備できそうです。あとですね、こういった感じでね、使って、で、ここでですね、ライトのね、角度を調整できますので、ご自身のね、任意のね、角度を調整していただいてもいいですし、こういったね、使い方もできるかと思います。僕はですね、大体ね、こんな感じでね、使うことが多いんじゃないかなと思います。YouTube で動画をね、配信していますので、こういったですね、おでこにですね、GoPro をつけてるんですね。ですので、このね、ライトを照らしつつね、こうやってね、GoPro ね、装着して、で、ライトでね、照らしながらね、夜間の撮影でもこんな感じでね、できるんじゃないかなと思います。本来であればですね、釣り行きたいんですけれど、あいにくですね、台風が近づいておりまして、海の方にね、出れませんので、山行ってみますか。山行って鹿をね、探して、こんな感じでね、実際取れるかどうか試してみたいと思います。あ、こう、鹿いますね。ちっちゃいな。むちゃくちゃ多いですね。やはり漁師をやってる以上、こういう風な使い方をしました。こちらですね、ペルーン2と。で、こちらですね、GoPro をつけて、で、車を運転しながらですね、撮影の方をやってみました。
今回はですね、鹿の方がかなり遠くて、で残念ながらですね、目の光だけしか撮影することができませんでした。ですけれど、こういったね、使い方もできるっていうのがオーライトさんのペルーン2のいいところではないでしょうか。はい、それではですね、実際真っ暗なところで、ライトのね、光量をチェックしてみたいと思います。こちらがですね、一番弱い状態ですね。で、段階でね、どん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 明るくなっていきますと、これがね、ターボの状態、この状態が2400ルーメンということで非常に明るいです。こんな感じですね。これがですね、ペルーン2の特徴かと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらオーライトさんのペルーン2ご紹介しました。ここにですね、ホルダーついてありますので、例えばですね、こんなところにつけて、で、ライトをね、照らしてもいいですし、あとですね、よくバッグなどにですね、ついているモールシステム、ああいったのにですね、引っ掛けてもいいですし、両手フリーでね、何かしらね、作業ができるっていうのはすごくね、いいかと思います。オーライトさんの最大のね、特徴の一つでもあるのがですね、こちらのですね、充電システムですね。で、このようなモバイルバッテリーに、ソケットをですね、差し込んで、で、このね、裏の端子にね、近づけるだけでね、スッとね、くっついて、こちら、ね、赤い点灯してるかと思います。充電できますよっていうのはね、非常に嬉しいです。で、バッテリーの方もですね、21700というね、大容量のバッテリーを使用していますので、長時間ね、使えるっていうのも特徴となります。はい、ということで今回はですね、こちら、オーライトさんのペルーン2ご紹介しました。商品の詳細については概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方をご覧いただきたいんですけれど、なんと8月17日からキャンペーン始まるということですので、今がね、チャンスだと思います。ぜひね、クリックしてご確認の方よろしくお願いします。で、先ほどですね、ついていたこちらなんですけれど、こちら、なんとですね、ミニライトでした。ね、このね、キャップを外すことでね、つくというライト。こちらもですね、なんと おまけでついているようですので、ぜひね、ご確認の方もよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。